はい、皆さんこんにちは。リナです。中です。80ブログです。京都に来てます。めちゃくちゃ久しぶりに京都です。これあれだね、清水寺に向かう坂道だね。みなさんが知ってるかわからないけど、東京に引っ越す前に3ヶ月京都に住んでて、うん、そうだね。でも京都のどこにでも行ったことがあったけど、ここの清水寺に向かう道が一番好きだよ。だって雰囲気めちゃくちゃいいもんね、やっぱ。そうで、なんか今コロナであんまり人がいないのがめちゃくちゃいい。そうだね、こう周り見渡すとね、ちゃんとこうソーシャルディスタンスが保てる感じで。そう、いやいいね。だから今日はまだ何もプランニングしてないけど、1日京都を楽しみたいと思います。行きますか。開発のスヌーピーのチョコレートの専門店がここにあるらしい。スヌーピーのチョコレートって何かわからないので、ちょっとチェックしてみましょう。本当にスヌーピーのチョコレートだった？味がどうかわかんないね。可愛いけどね。そうだね。だから試食してみないと。半分スヌーピーを食ってるよ。うん、美味しいよ。美味しい。うん、いいね。味も良くて見た目も良かったらもう抜群じゃん。うん、うん、ちゃんといちごの味する。うまい。浴衣に合うアクセサリーはちょうど京都で買えばいいんじゃない？あ、いいんじゃない？似合う？うん。そうでもない。あの、この玉がこれみたいな。そうそうそう。あ、これのが似合ってると思う。浴衣にも合うんじゃない？合うんじゃない？色的に。じゃあこれにしよう。お買い上げ。これなんかめちゃくちゃ美味しいらしい。茶のか。3枚のクッキー450円だから結構な値段する。プレミアムって感じ。ああ、そう。パッケージはね、タバコみたい。こんなこと言ったら怒られるけど。怒られるでしょ。ああ、晴れるとめっちゃ暑い。猛烈に暑いね。ああ、ここにチャチャチャーン、清水寺の入り口です。そうだね。まだここからめちゃくちゃ登んなきゃいけないよ、坂。いや、知ってるよ。超大変だよ。まあ、でももう今汗ダラダラだよ。大丈夫大丈夫。疲れた。坂登りました。超暑い。これあのチケット買えるところ誰も並んでない。今日土曜日なのに誰も並んでない。すごいね。人がいない、いなさすぎて歴史上初なんじゃない。もうそうだよ。ではでは清水寺に入りましょう。はい。おー、すごい。これめっちゃ良くない？綺麗だし、なんかあれ音で涼しく感じる。これは京都の中心、京都タワーです。坂を撮ってる。坂が撮ってることを撮ってる。坂が私を撮ってることを撮ってる。何をお願いしたの？今日雨が降らないこと。素晴らしい。はい、65番です。ありがとうございます。レナの運勢はダンダンダン。素敵。いやな。進むのが下。はい、さよなら。景色がすごい。ちょっと残念だな。まだまだ工事中です。あれいつ終わるんだろうね。わかりません。行っちゃいましょう。うわ、うまそう。あの、さっきのフィナンシャだね。そう。いた
ただきます。めっちゃジューシー、うん、へー美味しい。さすが今日のフィナンシェ。そうだね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お土産買いました。フィナンシェ、キュウリを見つけた。おーすごい。はい、食べてみて。やばいね荷物がやばいね。いただきます。はい、うん、うまっ。ごま美味しい。美味しい。あのいつも食べるキュウリと全然違う。だからごまだからね。あ、サバもあるよ。さっき食べたいって言ってたじゃん。そう、そばが一番いいんじゃない。なんか食べ歩きしながらちょっとだけ、なんか、ね、がっつり食べちゃうとお腹いっぱいになっちゃうもんね。 それでこれ、お、湯葉。そう、本丸がそば。お、いいじゃん。これが欲しいな。ここに入ります。行っちゃいましょう。お、雰囲気もめっちゃいい。いい？食べていい？いただきます。生湯葉丼、あれ食べてみたい。うわ、うまそう。これの食べ方がよくわかんない。混ぜればいいかな。うまっ。いや、あん超うまいんだけど。だし、味が濃くて美味しい。だし好きの俺からしたらだし、うん、美味しいよね。うまい。茶そば、レナのやつ茶そばじゃないじゃん。うん、うん、美味しい。美味しい。だ、ちゃんとお茶の風味するよ。あと歯ごたえあるね。ごちそうさまでした。手を合わせんかい。ごちそうさまでした。うるさい旦那。めちゃくちゃ雰囲気がいい、ここ。めちゃくちゃキンキン冷たい抹茶を買いました。ちょうどなんか京都って感じでしょ。そうね。あ、本当にめちゃくちゃ抹茶が効いてる。本当に。でも苦くない。誰かが今泡を立ててここに入れたばかりみたいな味はする。美味しい。雰囲気マジで最高なんだけどね。京都の雰囲気マジで最高だよ。すごいね、人がいないってこんなに綺麗に撮れるんだね。うん、ここの清水寺が終わったから、ここの動画をここで終わりにしたいと思います。これからは錦に行くから。そうだね、商店街。そう、そこでいろいろ食べ歩きしたりしたいから。清水寺の動画が面白かったならいいねボタン押してください。いやまた次の動画で会いましょうね。バイバイ。